ここです。ここはね、どこだっけ、新宿の虎の子っていう居酒屋さん、カラオケもできる居酒屋さんです。で、なぜここに私が今一人でいるかというと、その千葉成香さん、千葉成香さんが新しい事務所に所属が決まったということで、私はサプライズケーキを買ってきました。これね、ほら、恵比寿で買ってきたんですよ。もうね、いいケーキなので、それをドッキリしていきます。ダメなの？そう、持ち込み OK みたいなんで、それも人気の一つだそうです。いいよね。お疲れ様です。リカさん、ちょっと伝えたいことがあるんですよ。これから動画撮るんで、リカさんに新事務所お祝いのケーキを渡すっていう動画をリアクションしてもらいたいんで、ちょっと後で3人で揃った時に。大丈夫ですか？じゃあちょっと頼みますよ、リアクション。リカさんに入ってくれってこと？あ、もう一回入ってくる。あ、うん、そういうことか。うん、じゃあ私はこっそりこう取り出すんで。あ、そういうこと。はい、お願いします。あ、ちょっと袋を開けてもらえますか、ここ紙袋で。ちょっと優香さんも入ってくるところからいいですか？はい、10秒後で。お疲れ。おはよう。お疲れ様です。お久しぶりですよね。髪の毛黒くなってる。そう。で、顔写しても大丈夫ですか？いいよ。あ、よかった。よし。あれ、さっきのこと言わなくていいの？いや、もう事前に伝えてますもん。あ、伝えたんだ。伝えてます。私たち、ゆうかさんと青吉で、ちょっと待って、サプライズを実はもうりかさんにこのケーキを。何待って待って、なんでしょう、誕生日でもなんでもない。私なんでしょう、ちょっと開けてみてください。さあ、楽しみ。本当に嫌なんだけど、ちょっと待って、本当に。え、負けていいの？うん。いや、なんだろう。なんだろうは分かるよ。なんだろう、ケーキ？そう、ケーキ、一応ケーキです。これクラスターの？なんでね、泣きかない。気になるじゃん。あ、でもいい値段だね。おいしいよ。ちょっと開けづらいな、これとか言ってさあねえ、見て、ちょっとずれてるんだけど。うん、ほんとだ。ちょっと並べてるよ、ちょっとずれてるんだけど。ねえ、ちょっと本当に最強戦で、最後まで甘いんだから、いつも。そう、電車に揺られて。電車に揺られてじゃない。すいません。あ、なんて書いてある？祝ツインプラネット所属ね。やばいんだけど、これちょっと本当に見て。どうですか？どういうこと？えちょっと、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか、こういうサプライズ。いや、嬉しいけどびっくり。うん、いや、なんかそういう人のためにお金使うタイプの人間じゃないじゃん、かのんちゃんって。だからなんか意外だった、そういう発想があることが。あ、本当ですか？うんうん、よかった。じゃあイメージ変わって。そうそうね、実は私たちもやろうって決めてたんだよね。かのんちゃん誕生日だったから、うん、やろうかっていう話はしてたんだけど、この間すっぽかされたから、もう絶対やんないって。じゃあ来年、ね、用意しようって。あ、そう、用意しよう。早めに集まって、うん、プレゼント買おうとしたらね。そう。じゃあ来年に。そういうお姉さんの気持ちも。じゃあこれでちょっと帳消しにしてください。帳消し？ちょっとこっちが消してないじゃん。じゃあありがとうございます。はい、イエイ。じゃあ祝頑張りましょう、これから。頑張ります。私も頑張ります。感想は？感想？はい、ツインプラネット。私苦手なんですよ、こういうの。
あ、そうなんですか。わかるでしょ、うん、照れるんですよ。そう、照れちゃうから。そう、そこをね、ちょっとどういう反応するか気になりました。うんうん、女優、ティク、うん、うるさい、マジで本当に。はい、じゃあまあこれから頑張ります。みんなでまた新たに頑張っていきましょう。頑張りましょう。私も頑張ります。はい、イエイ、ありがとうございました。サプライズできてよかった。イエイ、ありがとう。ちょっと開けてる、これがカノンちゃんっぽくていいと思います。はい、イエイ。今日の動画も見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画で